ユーリア・スタニスラー・バブナ・サービチェバ、1987年2月14日帯は、ロシアの歌手である。2004年に、トルコ・イスタンブールで行われた、ユーロビジョン・ソング・コンテストに、ロシア代表として出場した。ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国、クルガン州、クルガンで、ミュージシャンの家族の元に生まれ、幼少の頃より、その影響を受けて育った。 父は熱心なピアニストで、彼女が歌うために曲を書いた。ロシアの人気番組、ファーブリカズブヨーストにのメンバーでもあった。最新アルバムは、このアルバムに収録されている、は、ドラマ、の、オープニングテーマとしてヒットし、2006年、ウクライナのトップ40で1位を飾ることとなった。同ドラマの最終回には、サービチェバ本人も出演している。2005年、 東京新聞に掲載されたインタビュー記事では日本でコンサートを行いたいと発言しているが2007年東京と大阪で実現した東京では13曲を持ち歌から歌いラスト2曲は土屋アンナとのデュエットを日本語で熱唱した2008年2月アルバムタイトルに日本語の折り紙と名を付けリリースした2009年には ジャパンプレミアムプロジェクトのアンバサダーとして、ロシア新体操、北京オリンピック金メダリストのエフゲニアカナエは、ロシアと日本で活躍する女性、DJDJ DJ ジュリアラと共に就任。ゼリバース、ビリーブミー、ぜリりバース。リバースゼー、ゼい、リバースゼー、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 ロシアンヤングジェネレーション、プログラム2007インジャパン、ロシアンナイト。 Believe me, zay, reverse zay, I need you Arab 黒い涙。ありがとうございます。